どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。ちょっと今日は懐かしめの曲で、ロックナンバー渡辺美里さんの My Revolution、 こちらの曲をこのちっちゃいウクレレでガズレレの簡単バージョンでやってみようと思います。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレオリジナル超簡単バージョン、後半はあの独特のノリ、かっこいいですよ、これ、リズム。ちょっと脳トレ要素強いですけど、かっこいいバージョン。2バージョンやります。最後までご覧になってください。さあ、皆さん、ウクレレ始めましょう。ウクレレはちっちゃくて簡単。だけど、ずっとやる、奥も深いんですよ。ほんと手軽で素晴らしいです。で、音楽はもう全然無理。私、音楽の才能ゼロっていうあなたにも、ウクレレさんはすぐできるようになっております。今ご覧になってるガズレレ YouTube を見てるだけで、どんどん弾けるようになりますよ。もうちょっとしたらここにね、リンクを貼ります。リンク先の、初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の1からずっと動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、あれ私弾けちゃったってすぐなりますから、ぜひ始めてください。 YouTube ですからね、いつでもどこでも、スマホでも見られて、ちょっとした隙間にねこうやってできますから、無料ですしね、ぜひ気楽に音楽始めましょう。じゃあここにリンクありますよ。初心者レッスン、ここ行ってらっしゃい、クリック、行ってらっしゃい。そこには私が今まで取りためたありとあらゆる音楽、定番 J-POP、 最新 J-POP、昭和歌謡曲、演歌、洋楽もたっぷりある、ハワイアンも、もういろんな音楽がウクレレで超簡単にできるようにしたレッスン動画、700曲以上、もう上がってます。はい。さっきのここのね、リンク先行って下の方に行くと、検索できたりリストから選べたりするんで、お気に入りの曲探してどんどんウクレレで音楽始めましょう。さあ、早速行きましょう。My Revolution。まずは初心者向けシンプル簡単バージョンなんですけど、ちょっとコード表を見たらびっくりするかもしれない。サビでちょっとキーが変わるんですよね。今回はそれやってみようと思うんですけど、簡単にしてますんで、後でコードの解説しますから、はい、慌てないでください。それでは、やりますよ。My Revolution シンプル簡単バージョンの方やってみます。1、2、ガズレレ流簡単バージョンやってみました。ちょっと見慣れないコード出てきてびっくりしたと思うんですけど、後で解説します。結構簡単にしてます。はい。で、サビでね、実はキーがボンと上がってるんで、そこでちょっと難しいこと出てきちゃうんですけど、やってみてください。今のは1番やったバージョンです。はい。で、かっこいいバージョンでは後半にエンディングちょっとつけるんで、そっちも見逃しなくということで、で、テロップを見ながら演奏する、それができるようになったら、今度自分でノートに書いて自分だけで演奏してみるのがいいと思いますんで、ぜひその時の参考になりますように、ちょっと見てもらおうと思うんです。結構ちょっとね、ワンブロック、こういう風に書いていく感じで、まあ、見てわかる。ここで、1234、1234ですね。で、この矢印が書いてあったり、下にいろいろ書いてあるのは、後半でやるかっこいいバージョンの解説になりますので、今の上のシンプルにやったということなんですけど、ちょっとね、こっから、ここまで、からここまでは、ちょっとこのワンブロックがこの大きさなんですよね。このサイズ。ここからここまでこういう風に進んでいく。ここからサビはね、ちょっと大きく書きました。ちょっと言葉が詰まってるというのもあってですね。ちょっとそういうわけで、変則的ですけども。まずここからここまで、ちょっと細かいんですけど、一字デジでメモってください。はい。
か。はい、でここから、まあ、サビということになりますね。まあテロップを見合わせてもらうのがいいかなと思うんですけど、まあまあ一応参考までにこんな感じです。でコードをねどんどんちょっと見ていきましょう。今ね結構コードがそういうキーが変わっちゃうんで多くなっちゃうんですけど、ねまずこれ定番コードはね C と Am と F と Dm と D7G7、E7Em7、 これいつものこれガズレレ必須コードと呼ばれてるやつですね。ここまでははい、ガズレレ必須コード、これが一応基本になってます。これはですね8個のコードのグループで、ウクレレで音楽を始めようとした時に、8個のコードを覚えておくともう8割9割できるという夢のようなコードの集団がありまして、これをガズレレ必須コードと言っております。まずこれ最優先で覚えてください。1個ずつはものすごく簡単ですからね。それを以前私がめちゃくちゃ分かりやすく解説している動画をここに貼っておきます。ここで必須コード8個は何とも覚えてくださいね。何とも覚えてもらいたい。簡単ですから頭にスッと入ります。じゃあ今日はそこじゃないやつをどんどん解説していきます。まずですね、出てくる時もあるんですけど、なかなか出てこない A というコードからいきましょう。 A は押さえるの簡単ですよ。 A はねこことここの2箇所こうです。こうやって押さえます。はい、これが A ですね。そしてこれサビで A は A から始まるんですけど、ちょっとその並びでいこうかな。これ見てください。 F シャープマイナー、これを使うんですね。で、これが押さえる場所が、ここと、こことここなんです。こういう三角形。これってどっかで見たことないです。G7 押さえて、G7 が1段上がったって考えるのがいいです。それとあともう一個はさっきやった A があるじゃないですか。A に1個足すと考えてもいいです。とにかくこの三角形が G7 の形のまま1段上に登った。これが F シャープマイナー。これセットで出てきますからね。ここはね、分かり始めたで A でしょ。マイレボリューション、ここ1個足すだけ。その次がね、これがまたガズレレ流のね、面白いやつなんですよ。ここ、A のサッソーっていうコードを使おうと思います。これがね、簡単でしょ？ 2 個押さえる。これはね、押さえる場所はね、こことここなんですよ。ここのここ。こことこんな風ですね。そうするとね、見ててね、これ。まず、サビですけど、A から始まるでしょ？わかり始めたって言ったら、A のまんま1個足して、まあ、F シャープマイナー。次、A サッソーは、今度は、1回話して、こことここね。ななななななな E7、 これが A サス4ですね。これここここ、はい、この3つでサビのコード簡単にしました。はい、ここまでが、今のやったシンプル簡単バージョンの、コードです。なんで、ちょっと乱れないコードだけど簡単だったでしょ、思いのほか。はい、じゃあここからかっこいいバージョンで出てくるコードの解説します。かっこいいバージョンではサス4というコード2つ出てくるんですけど、どこで出てくるかっていうサビの前のとこですね。ここ G7 サス4から G7、E7 サス4から E7 っていうやつなんですけど、つまりセットで使います。まずね、これ G7 サス4からいこうかな。 G7 サス4っていうのは、普通の G7 ってのはこうやってここの3つ押さえて三角形じゃないですか。ここ足したら G7 サス4です。これが G7 サス4で離すと G7 OK ですね。次 E7 も同じように、 E7 って本来こうやって押さえるでしょ。こことこことここの3つこうやって押さえるんですけど、この人差し指、ここが E7 サス4、こっちがイタズの E7 です。そうすると E7 サス4から E7 になる。はい、これちょこちょこ出てくるんで、これちょっと覚えておくといいかもしれません。あと1個コードか、書き忘れてたのありました。もう1個だけ、これも簡単ですけど、 D7 サス4、これどこで出てくるかっていうと、ここで出てくるのかな。ここで出てくるんですよ。ほんと1回なんですけど、 A メロの中のところで、D7 と D7 サス4っていう感じでやります。これちょっと流れ見とくと、D7 っていうのは、押さえると、こことここで、こうやって押さえるのが D7 なんですけど、D7 サス4ってここです。はい。小指で足して離す。はい。D7 サス4から D7。はい。これは D7 サス4ですね。はい、D。これで、コードはこれでバッチグーです。でですね、どんどんいきますよ。リズム。これは基本的には8ビートのチャです。ダンダッタスタッタッタン。なんですけど、まず8ビートのチャの弾き方、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャという動画を探して、やってみてください。チャというのはこれ、打楽器の要素を加えます。で、これはね、8ビートって普通の基本のリズムができてからの話なんで、もし初めてチャレンジする方は、8ビートという動画を最初にマスターした後でチャをやってみてくださいと。今回ね、またこれがですね、脳トレ要素がすごくあるんですよ。見てください。ここに
全部矢印書いてあるでしょ。この A メロと前奏のところではね、矢印ここに書いてあるんです。こことかこことかこことか。これシンコペーションといって、これですね。私の動画でよく出てくる。これリズム音が前にスコーンと入ってくるんですけど、今回はね、もうフレーズで覚えちゃった方がいいかなということで、ここに書いてあったんです。A メロリズム1。ね、書いてあるでしょ。ここ。トン、タトトン、タトンと、タトトン、タン。こんな感じです。ちょっと A メロのコードを出します。F、G7、Em7、Am。これをやってみます。こんな感じですよ。ワン、ツー、スリー、フォー。こんな感じ。もう一回いきます。F からアップで G7。次また Em7、アップで Am。ここでいきます。タン、ツク、タン、ツ、ダッタ、ダッツ、タン、ハイ、パン、ツカ、パン、ツ、ダッタ、ダッタ。このアップの時に矢印が入っている。F からやって、G7 でアップ。はい、また今度 AEm7 から Am でアップ。はい。これを前奏と A メロでこのリズムをやります。これはですね、結構難しいです。何が難しいか。一緒に歌うと急にできなくなるんですよ。ちょっともう一回練習しても、ゆっくり。ワン、ツー、スリー、さよなら。こんな感じ。スイペン、タタン、ツタスタタン、タン、ツカタン、ツカタン。こんな感じでなってます。ダンツカダンツダツタタンタンツカダンツカダンツダツタタンタ。これは結構難しいです。で、一個言っておきますよ。これ難しい人はやんなくても大丈夫です。もちろんね、普通のさよならスイートペインオーズウェイって、これ普通のエイトビートでもバッチリかっこいいですからね。ただちょっと参考、脳トレの頭の体操としてこういうのをやってみるのも面白いかなと思って、今回 A メロでこのリズムをやろうと思います。かっこいいバージョンではエンディングもやろうと思います。あの印象的なね、リズムというかフレーズがあるんですけど、ここ。A サス 4A、Em7A なんですけど、このね、ツタタツタ、ツタタツタっていう最後のエンディング。ちょっとそこやってみようか。触れた、マイチリン、マイチリン、走りだ。ここね。これ聞いたことあるでしょ？まずこれ、まず、チャから始めます。ツタダイ。A サスポーね。ツタダツタ、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 うんうん、ツタダツタ、ツタダツタです。チャから始まるのがポイント。ツタダ、これ A サスポーよ。で、ツタダツチャ、A に行った。次、ツチャダツチャ、もう一回ゆっくりね。ワン、ツー、スリー、フォー。ツタダツチャ、ツチャダツチャ、です。ちょっと難しいかもしれないんですけど、やってみてください。口で言うのがいいと思う。ツタダツタ、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 です。はい。こんなのもやってみましょう。そんなこと踏まえながら、マイレボリューション、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみます。ワン、ツー、スリー。Yeah.
イレボリューション、渡辺美里さんのあの名曲ガズレレビューかっこいいバージョンやってみました。ちょっとあの A メロ難しいでしょ。ダンツカタンツタスタタツタ、これやりながら歌うっていうのも相当脳トレになるんですけれど、ちょっと難しかった。さっきも言ったんですけど、普通の8ビートでやって、そこのなんていうのかな、脳トレとしてゲームとして やっているうちに、なんかこうリズムのがなんかっていうのは分かってくるような、そんなね、あの面白みも隠れていると思いますので、楽しんでやってみてください。ありがとうございました。はい、ガズレレビいろんなことやってます。全国を駆けまくってイベントをやっております。今月は沖縄とか長野とか行きますからね、そういうご案内、あと本もいろいろ出してたり、このウクレレのクラウドファンディングちょっと遅れ気味ですけど、今本当最終調整、そんなご案内ちょっとこれから、お時間ある方はご覧になってください。ありがとうございました。どんどん楽しく音楽やりましょう。チャンネル登録どっちかにあると思います。チャンネル登録もお願いします。本当に、ね、リアルでお会いしましょうね。今度はでは、ありがとうございました。ご案内動画どうぞ。まずこっちガズレレ .com ホームページです。ホームページ見ると大体のこと書いてあるんで、ここでお願いしますね。じゃあささっと最新情報をお伝えしていきます。まずですね、ガズレレ全国駆け巡っております。そのご案内しましょう。はい、こちら見てください。6月16日沖縄那覇、6月30日長野市、7月は奈良行きます。まず6月のこう2つのフォーカスなんですけど、この那覇なんですけど、前日の6月15日は純駆動書店さん那覇店でガズさんのトークショー&サイン会あります。入場無料です。おっかなびっくり、ちょっと見たい方も待ってますよ。はい、もし面白かったら翌日のガズレレ大イベントでみんなでワイワイ歌いましょう。何でも質問答えるし、リズムノートレ時間なんかも設けようと思って、もうとにかくエンターテイメント要素満載ですから、ガズレレイベント面白いです。自分で言っちゃうけれども、ぜひ来てくださいということですね。でですね、そのイベント、まあ長野市もね、まあそれあの6月30日あるんですけど、はい、それが終わったら東京でこれです。ドーン、千人ガズレレやります。千人ガズレレ、このご案内はですね、まあとにかくここに乗っけておきますけど、最新情報としては、集合時間と集合場所決まりました。はい、集合時間11時半ね、公園、代々木公園大ステージ向かって右の、広場に集合です。本番は12時半過ぎです。これ、まあ、さっきのこのリンクのところで見ておいてください。待ってますよ。これは入場無料、参加申請とかも全くいらず、ドーンと来て、わーっと練習して、ドーンと本番ステージっていう夢のようなやつですから、よろしくお願いします。はい、で、これ、大好評発売中、イットミュージックから出てるガズの8曲入り超簡単ソングブック。大ヒット中でございます。本当にありがとうございます。なんで大ヒットしてるかというとね、まあ簡単だからですね。で、簡単にできる方はどんどん自分でコードを書き足していって、カスタムしてくださいね。あれ元ですからね。はい。これもよろしくお願いします。他にもいろいろ本出てます。グッズなんかも先ほどのホームページのところで、ご紹介していますんで、ぜひとも、ホームページご覧になってください。あとちょっと遅れ気味のこちらのウクレレのクラウドファンディング、今もうほんと最終調整で、いやもう申し訳ないんですけど、もうね、テンション高くなっちゃって、このウクレレをクラウドファンディングで皆さんの手にお届けするというプロジェクトが今進んでいます。はい、その辺のこともホームページにご紹介がありますので、ぜひともお願いいたします。はい、ホームページ見るとね、ブログも書いてますよ。いいことばっか書いてますんで、ぜひ見てください。本当にありがとうございます。そういうわけで、ガズレレでウクレレで音楽でどんどん楽しく豊かな人生やりましょう。ありがとうございました。またよろしくお願いします。さよなら。ここに集まって一緒に